今日ご紹介するのは平野さんのご自宅。大正時代の歴史的な建物をコーポラティブハウスとしてリノベーションするプロジェクトに参加されました。日本で一番古いリノベーションマンションとして注目を集める事例です。こんにちは。はじめまして。よろしくお願いします。お願いします。トイレの上ガラス張りになってるんですね。うん、そう、ここ廊下だったところなんですね。だからこうアーチがあるので、ね、そうアーチ、ね、せっかくのこの、ね、この古い建物のこのアーチ象徴的なので、これを生かすために、ガラス張りにしました。ここの、うん、なんていうかこの段差のところにある、うん、この化粧は元々のものなの、うんうん、これは私がリノベでつけたの、うんうん、こういうね、天井のこういうモールディングはとかね、こういうのとかはそう、私が選んでつけてもらったやつですね。本当だ、ここにも、うん、扉のところにもあるんですね、うん、なんか今気づいたんですけど、うん、ちっちゃい、うん、なんか扉がここにあるんですね。そうね、この階、いわゆる階段下の、ね、収納ですね。ここにちょっとちょうど北向きで温度もバッチリなので、ここに、はい、ワインを収納したりしてます。ワイン入れてるんですか、うん、はい、結構な本数入るんですよ、うん、天井すごい高いですね、うん、そうね、割と天井高いですね、うん、でもこうダウンライトにして、でエアコンも天井付けにしてるので、本当はこれよりも30センチ高かったので、すごく高い天井だったと思いますね。寒かったんじゃない、当時はきっとね。あ、そうなんですかね、うん、そう、ここは大正時代の、学生寮のリノベーションなんですね。ちっちゃな和室がたくさんあったっていう、そんな、お部屋なんですね。ここは武田五一っていう建築家が手掛けたものなんですけれど、こういったね、ちょっとアールヌーボーの影響を受けた洋風の建築をする方なんですね。もともとついてた階段だけど、今はこう使われてない階段。そうですね、はい、まあ、構造上ね、取り外せなかったんだとも思いますけど、まあ、この階段があるのが私はすごく気に入っていて、うん、なんか今はじゃあ飾り棚のような感じで使われてるんですね。そうですね、うちの猫が上り下りして、上とかよく猫がいますね。この上に行っても、うん、壁になってる感じがすごい面白い眺めですね。そうそうそう、はい、今だとこうやって観葉植物置いたりしてますけど、料理のね、撮影の仕事するんですね、はい、でそうするとスタイリストの方が来て、ここの階段にこう食器とかそういうのを並べて、はい、そんな風にも使ってますね。じゃあ結構、まあ、猫ちゃんのキャットタワーとしても、そう、ね、物置としてもちょっと腰掛けとしてもいろいろ使われるって感じなんですね。この手洗いすごく可愛いですね。これはもともとあったものなんですか。ですね、これは、まあ、この建物についてたんですけれど、はい、共同の手洗い場にのものだったんですね。で、可愛いなと思って、でそれをもらい譲り受けて、でここにそうそう、水道引いて つけてもらったの、はい、移動させたんです、はい、でももともとここにあったもので、そうそう、ここね、ちょっと見ていただくと、当時の、うん、こんなマークがついてるんですけど、昔の TOTO のなんですね。だから大正時代の TOTO のもの、 TOTO のマークなんだ。そうなんですよ、かわいいよね。めちゃくちゃかわいいですね。そうそう、私料理家なので、ね、ここで料理教室をやったりとか、撮影をしたりとか、まあ、プライベートでも使ってますけど、そんな風にしてますね。このガラス天板がついてるコンロって私初めて見たんですけど、ホーローだったりするかな。こういうね、四つ口、ヨーロッパだとこのオーブンがあって上に四つ口があって、でテーブルが蓋があるっていうタイプはよくあるかな。それをほらストンって置いてあるんでね、うん、私はそれをこの中に組み込んじゃったんだけど。あ、なるほどね、うん、置き型のコンロとして使ってるんだ。そう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 、この上から下までが一体型の、そう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 、うんうん、で使わない時はこれをこう、うん、お花のマークなんですか。そうね、ローザンっていうバラの
タイプのデザインのシリーズですね。ここにあるグラスはそうね、あのバカラとかフランスのアンティークのものですね。でこの下はアンティークじゃなくてフランスのアスティエ・ドゥ・ヴィラットっていう、うん、はい、うん、アーティストの作った作品ですね。このシリーズは割と好きで、持ってますね。で結構ここ天井高いじゃないですか。でもやっぱ上まで、ね、収納スペース、たっぷり作りたかったので、でもほら今だとね自動でこうガーって下がるのとかあるけど、あんまりそういうの好きじゃないので、あのはしごをかけることにしたんですね。この底にあるはしご、はい、そうそうそう、ここを取るために別にはしごはいらないじゃない、はい、だけどそうそう、ここはねだからこんな風にしてはしごをかけて、でそうそう、だからまあ上はあんまりね使うものじゃない、あの頻繁に使うものじゃないものを置いてるんですけど、まあ、ちょっとこういう不自由な感じもいいかなと思って、うん、まあほら本屋さんとかにこうはしごかけるとかあるじゃない、あんな感じに印象をイメージして作りました。もうこの部屋の、あのこのアーチを見た時に、あ、お鍋棚にしようって、あの、うん、はい、すぐイメージしました。ここの上の装飾もすごく可愛いですね、うんうん、こう壁と壁 のところってちょっと、はい、あの季節によって隙間が空いたりとかしやすいんだよね。でそれもなんかモールディングだとそれもカバーできるし、うんうん、あのそこは簡単みたいですね。じゃあこのモールディングの模様も自分で選ばれてここに貼られた、うん、そうね、まあ、一番シンプルなのを選んだ感じですね。全部同じワントーンの真っ白にするとちょっと病院っぽくなっちゃうのよ、うん、だからね、あの、まあ、基本はオフホワイトなんだけど白でもちょっとグラデーションをつけて、でそれで、はい、こうただ真っ白くないっていう感じにしてます。じゃここはオフホワイトで、うん、他の壁はちょっと色が違うんですか、うん、あと、うん、そのモールディングと、あ、確かに真っ白とちょっと、うん、そうなの、そうなの、そうするとただの白だけじゃなくてグラデーション出ると味わいが出ますね。うん、これは大正時代 の日本のテーブルなんですね、うん、じゃあこの建物と同じ年代の、そう、そうなの、ね、大正時代のねこういった洋風建築なので、うん、大正時代の洋家具ってねぴったり合うじゃないですか、うん、でそれをでこれを買って、でそうそう、あの建物ができるまで保管していて、でそうそうそう、そんな感じですね。サイズも色も雰囲気もぴったりですよね。そうでしょ、よく見つけましたね。もうこれはねだから出会いだなと思って、うん、置く場所どうしようと思ったんだけど、もうねテーブルはね出会い物なので、うん、まあ、でそれに合わせて、椅子とかを買い足してった感じですかね。これって下がこうガンって開く感じ、うん、そうなの、ここをねここが両サイドを開くので、そうするとだから240になるかな、そうすると8人、楽に座れるサイズになりますね。じゃあたくさん生徒さんとかお客さんが来た時は広げたりして、うん、あっちの椅子も使って、そう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 してます。で普段はねここでねあの仕事したりとかしてます、うんうん、今日ありがとうございました。ありがとうございました。ここにお住まいになるきっかけは何でしたか、うん、住まいをね探してる時に、うん、あのたまたま新聞を読んでたんですね、うんうん、で新聞の記事にこういうあの古い建物が住居としてリノベーションされるっていう新聞の記事を読んで、そう、それで、あ、なんかこれはちょっといいかもしれないと思って、でそれで調べ、あの問い合わせをして見に来たんですね。じゃあもうこの建物自体にすぐ惚れ込んで決めたって。そうですね、まあ、100年近いね、まあね、ヨーロッパとかだとね100年ってね当たり前でね、むしろ新しいぐらいですけど、日本だとねこういった、ね、100年の RC 建築が住居として、ね、残っているってないですよね。でそれをまたリノベーションして、ね、そこに住めるって本当にねなかなか日本ではない貴重 なことなので、もうあの、まあ、それが、ね、そこにね住むことできるならばと思って、それで、はい、即決でしたね、見に来て。なんかちょっと予想外の出来事とか変更になった部分とかってあったりしましたか、うん、まあ遅れに遅れましたけどねまあまあそれはあのそうですね、例えば床とかタイルとか、ね、あのいろんな素材とか全部自分で選んだものですし、うん、そうそう、それはねあの、自分であの考えたものなので、あの納得して、はい、うん、あの作ってもらいました。
じゃあなんか長くかかった分結構選べる時間もゆっくり取れたって感じなんですか。そうですね、そうそう、テーブルもね、もう2年前に購入してあったし、でその頃はそうね、フランスに行って、そういろんなパーツとかね、あの買ったりとか、そうそう、ドアノブとかね、そのあのそういったものとか、はい、つけられたものもあるし、つけられなかったものもあるけど、そんなこともしてましたね。じゃあ、 今お住まいだって15年ぐらいってことなんですけど、うん、これからどんなふうにここ住んでいこうかっていうような構想はあったりしますか。まだあんまりね具体的にはないんですけどね、まあ、時間を経ることでまた、ね、建物ってね味わいが出てきますよね、うん、だからまあ私はほらキッチンが仕事場として非常に大事なので、まあ、このキッチンは大事に、ね、していこうと思ってますね。わかりました、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。このチャンネルではこれからも素敵なリノベーション物件をご紹介していきます。またウェブサイトにも YouTube では見られないこだわりの物件をたくさん掲載していますので、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録とグッドボタン、よろしくお願いします。